モンスターの正体とは、こんにちは、米国経済解説系兼 YouTube 最大のレバナス専門チャンネルのレバナス1本リーマンです。今回の動画は前回の動画である、なんだこれ、誰も気づいていない、実態はとんでもないことになっているの動画の続編となっています。もし前編動画をまだ見ていない方は、ここら辺の右上と概要欄にリンクが出てきますので、ご参照ください。 前編動画では NFCI のチャートを使って利上げとリセッションは無関係であるということと今はとんでもない逆イールドが発生しているため NFCI がまだ上昇しておらず今後大きな混乱が発生する可能性があることを解説させていただきました今回の動画ではこのような状況の中我々が想像しているより実体経済は悪いかもしれないという最新データが出てきましたという内容を解説していきたいと思います 物語はみんな大好きゼロヘッジのタイラー・ダーデンさんの記事で WTI は現在、原油在庫が急上昇した後で原油価格が減少しているというタイトルでこれ2月23日木曜日のニュースなんですけれども原油価格は6日連続で下落しましたそしてここまで長く下落したのは今年初の出来事ですで本来 FRB というのは利上げをすると 原油需要もしくは原油価格も上昇しますが今は下落しているんですねえどういうことなんでしょうかとても不吉な予感がします前編動画で言ったモンスターの正体は何なのでしょうか 実際 API によると原油在庫が現在989万バレルも増加しましたここで理解いただきたいのは前編動画でも言いましたがエネルギー価格というのは経済の原動力でもあります経済が活性化するためにはエネルギーの需要があ必要ですエネルギーの需要が上昇するときです 逆に経済が減速するときはエネルギー需要が減少しますですので経済が活性化するときはエネルギー価格が上昇するんですねそれと同時に原油在庫は減少していくんです ですので原油在庫が上昇するというのは今後の経済にとって暗雲が立ち込めている状況なんですもちろんこの1個のデータだけでそう判断するのは危険ですし実際これ自体にそこまで深い意味がないのかもしれませんこのような状況がでも発生すればするほどというか毎週のようにこのような悪材料が出ていますが原油価格だろうがエネルギーを使った製品だろうがこの一連の流れは世の中の何かがおかしいと物語っています だって、ここ最近、株価は少し下落しかけていますが、ちょっと前まで1ヶ月ぐらいずっと上昇してたんですよね。この1ヶ月ぐらい上昇してた時期がありました。この時、市場参加者のほとんどは、よし、大底を迎えた、これから回復期だ、ソフトランディングだ、経済にはまだ需要があるっていう声が至るところで聞こえていました。しかしながら今、どうなっているでしょうか。結局、また下落局面に入っています。 需要は本当にあるんでしょうかエネルギーセクターを見れば明白です全くそんなことはないんですエネルギー価格今これ CPI を出してみますが CPI の計算のもとになっているエネルギー価格を出してみると急激に今ひたすら下落しかけていてこれからもまだまだ下落していくというふうに前編動画では申し上げましたこの後,あの、まあ、後編まあ、この後編の動画なんですけども続あのこの 後編動画では EIA つまりエナジーインフォメーションアドミストレーションのデータも見ていきたいと思います。このデータをちょっと見てください。エネルギーインフォメーションアドミストレーションっていうのは、まあ、国の機関ですね。これが出している原油の在庫を表したのがこの investment.com のところです。ここを見ても原油在庫量は予想200万バレルだったのに一気にその3倍以上の7.6ミリオンつまり760万 765万バレルも増加してしまいました。EII のこの上流物、これももともと112万 ババレレルルの予想に対ししてて万バレルも増加していますこれだけ見ても何か経済がおかしいと原油価格が景気の先行指数であることを理解している人たちはわかると思いますこのチャンネルで何度も言っていますがよくソフトランディングできそうとか今が買い時だと煽る人たちは失業率を見たり決算を見たり金利を見たりしかしていませんがそれらは遅行指数であるということを理解する必要があります本当に見ないといけないものはこれ一つだなんて言えるものはありません がこのチャンネルを登録しておけば少しずつそういう本質的な金融リテラシーがついてくると思います今回はエネルギーに関連した動画ですのでここに集中しています前編動画では frb 当局者が経済の本質を全く理解できてないとエンジニアの私が好き勝手言いましたがこのようなエネルギー価格の動きを見れば金利とインフレは関係のない次元であるということが理解できたと思います 株価は先行指数ですので、エネルギー価格はその一つの重要ファクターであります。このチャートを見てみてください。このチャートは青が原油価格。まあ、原油にもいろいろありますが、WTI という種類の原油の価格。テキサスで取れるやつですね。原油の価格で、赤がナスダック100の年率変動です。ここで言いたいのは、リセッションの前というのは原油価格のピークをつけて下落に転じるタイミング。ここで初めて株価はどんどん下落していくんですね。この青い線。 ここが青のピークです。ちょっとこれ塗りつぶしたで見えづらいんですけども、このピークを青線でやったところから、このナスダック100の年率変動がこ、このこの0より下というのが、どんどん下落していく、ナスダック100がどんどん下落していく領域なんですけど、今まさにそれが発生するんですよね。原油価格のピークをつけて下落しているところで、 初めてナスダック100が1年前からああま前年同期比で下落していくとつまりどんどん下落していくということになりますこのチャンネルはレバナス一本に関する経済チャンネルなのでレバナスの元になっているナスダック100を表示していますがナスダック100が下落している期間というのがこの赤で塗りつぶした領域というのを今申し上げました ですので、青のピークをつけたところから一気に株価が下落するということが発生。まあ、ここは瞬間的にですけど、この青のピークをつけてから赤があ赤の領域が発生する。青のピークをつけたから赤の領域が発生する。青のピークをつけて下落に転じてから赤の領域が発生する。ここもそうですね。リセッション前というのはそういう現象が。まあ、この 2020年のコロナショックの時は途中で量的緩和を急にやってしまったので、えー、ここはちょっと例外なんですけど、これはもう、こういうことをやったから今みたいにインフレが起きているということで、まあ次回からもできるんでしょうかというところはまた別問題なんですが、まあもう一回言いますけれども、青のピークをつけたところから一気に株価は下落トレンドに入るということがわかります。えー、もう一つ言いたいことがあるんですけども、先ほどのゼロヘッジでこんなことも書いていました。えー、この黄色の部分、えー、金利と 金利の上昇で原油需要が上昇するつまり原油の価格が上昇するというふうに書かれていましたがこれをチャートにて解説します。 このチャートは今度は先ほどの原油価格と債権利回り、ここでは10年ものの国債利回りを重ねて表しています。10年ものの国債利回りを重ねて表しています。相関がないように見えますが、矢印で書いているので少しわかりやすくなったと思いますが、実際には金利が下落すると、この、あ、ごめんなさいね。金利が下落するというのは赤が下落すると、 青の原油価格も下落するんです逆も同じですどっちかが上昇するとどっちかも上昇するという うこととがわかると思いますこれ一般的なんですけども今は金利上昇局面に入っていますが実際原油価格はどんどん下落している普通はどっちかが下落すればどっちかも相方も下落するんですけど今回はそういうふうになっていないんですこれどういうことなんでしょうかこのオレンジのハテナはどういうことなんでしょうか原油というのはさまざまなセクターで必要とされる因子です例えば製造セクターでは多くのエネルギーを必要としますが今製造業は活発化 しているでしょうか活性化しているでしょうかいいえそんなことはありませんこれからの景気交代に備えて生産を抑制している状況ですしかも小売店には在庫が積み上がって商品が売れていない状況ですので製造業は全く活性化していないという状況なんですだから金利が上がっているにもかかわらずここの赤がずっと上昇しているにもかかわらず原油価格はもうそんな原油なんていらないよと市場が言っているんです つまり、市場は完全に今身構えているんです。どんなモンスターが来るか。これから巨大なリセッションが来るということ。これはこのチャートを見ても明らかです。 このチャートは先ほどと同様に、青が原油価格 WTI で赤は今度はフィラデリフィア連銀が発行している景気指数を縦軸合わせて表示しています。ここを見てわかる通り、リセッションに向けて原油価格が下落すると景気指数も下落するということがわかると思います。このグレーのバンド体、先ほど言いませんでしたが、このグレーのバンド帯がリセッションの領域です。このリセッションの前で 青と赤は一緒に下落していくという、まあ、ここはもうこの中で発生しちゃいましたが、まあ、リセッションの前じゃないところでも下落するんですけども、リセッションに向けてどちらも下落していくということが発生します。ですので、前編動画に戻ってしまうんですが、ここに FRB が景気後退に関与しているのかという質問の答えは NO となります。このチャートを見てください。 このチャートは青が先ほどと同様に WTI の原油価格、赤が FF レート、政策金利を表示していますが、原油価格が下落する前に FF レートはもうすでに下落しているんですね。ですので、前編動画で申し上げたように FF レートというのは、まあ、金利というのは原油価格とはほとんど相関がありません。 FRB の政策金利はは原油価格とはほとほんんど相関がありませんここまで悪いニュースばっかり言ってきましたが、というかいつもこの、今はもう本当にゲラクトレンドだから悪いニュースばっかり解説してるんですけど、何かいいニュースはないんですかっていう質問もあります。まあそういう質問に対しては、無理やり出すと、 ありますこの指数です。みんな大好き失業率、えーまあ。失業率よりもこれ、えーと、毎週出てきてるんですけども、新規失業保険申請件数ですね、予想20万件の失業者が出るというふうに言われてたんだけども、実際今週は19万2000人で終わりました。この元チャートを見ていただければ分かると思うんだけども、確かに先週は19万5000人でで、今週発表されたのが19万2000だったので、3000人、新規の失業保険を申請した人たちは、 あ3000人減りました。だこの雇用統計のこのいい数字だけを見てれば、確かにまあ景気はいいというふうに思うのは無理はないでしょう。ただ、果たして労働市場は本当に堅調なんでしょうかそれはかなり疑問に思うところです。これ DOL が出している元データなんですけど、まあ、確かに3000人は減ってるんだけど、でもここ見てみてください。えー、全体では、あ まあ累積の失業者数ですね。2万2000人も1週間で増えているところで分かります。これ、つまり失業はしていたけど、すでに再就職が見つからなかった状態に対して、今は再就職がかなり難しくなっている様子が見られます。何かがおかしくなっているんです。このチャートは先ほどと同様に WTI 原油価格を青で表示して、失業保険新規申請件数を対数表示で表したものです。先ほどのこの数字ですね。この数字をプロットしたのが、この赤の 波形です原油価格の急落のタイミングで失業者数が急増しているというのが分かると思います。ここもそうですね。原油価格が急落すると失業者数は急上昇する。ここもそうです。原油価格が下落すると失業者数は上昇する。そして先ほども言ったように原油価格、まあ、前編動画でも言いましたが原油価格はこれからも下落するということを言いました。製造業なんかでエネルギーなんかもう使わないよと。もう需要はないんだよ。 そうすると価格はどんどん下落していきます。そうなるとどうなるんでしょうかこの失業者数はどうなっていくのでしょうかここをしっかり考える必要があります、えー。ここのリスクを踏まえた上で、これからのレバナスの追加投入のタイミングでも、これからの新しい、えー、新規投資戦略も立てていただければと思います。この新しい投資戦略に関して言うと、例えば、おっと失礼しました。例えば、この、えー まあ、いつも出している、有料なユニコーン企業、まあ、非上場の、まあ、銘柄に投資できるファンドということで、えー、非上場 .com というのがあります。ここからちょっと本筋とずれるんですけれども、まあ、ユニコーン投資の世界ということで、例えば、メタとか、ウーバーとか、エアビーとか、ズームとかっていうのは、上場する前というのは、いろんなエンジェルたちが、この、こういうようなあ、これから絶対成長するだろうというところに投資して、えー、莫大な利益を上げてきました。まあ、ですので、その非上場の、 上場する前の銘柄に投資したいという方は、ぜひこの非常ドッ .com というところで無料の会員登録ですので、まあ、別にお金入れなくても、まあ、会員登録さえすればどういうところなのかというのが理解できると思いますので、もし興味があればここで登録してみてください。えーまあ、先ほども言ったように、利益は爆発的になりますが、リスクもそれなりに高いので、しっかりここはあ、まあ、コアでやるんではなくって、えー、サテライトとして。 検討してみてはいかがでしょうか。まあ、あのお金入れなくても会員登録だけしとけば、まあ、どういうところなのかっていうのが理解できると思います。それからメンバーシップもやってます。チャンネルを応援していただける方はぜひ参加をお待ちしております。えー、今回の動画がいいなと思った方は高評価お願いします。それではみんなで資産を爆発的に増やしていきましょう。ご視聴ありがとうございました。終わります。